お疲れ様です。電気工事士見習いのおばちゃんのゆっこです。今日は配線工事後の約1週間ぶりぐらいの作業に来て、今日は浴室の換気扇の取り付けに来てまーす。今日はね、なんか親方がちょっとね、元気ないんですよ。疲れるのかな？ね。でも、疲れてる親方を無視して、今日も一日頑張りましょう！疲れてね。あ、疲れてないの？そうなの？いやー、充電。